第14期プロクイーンベスト8司会実況の広志達也です。解説は広柴田が務めます。柴さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。対局の準備ができているようです。第14期プロクイーンベスト8 A 卓3回戦投牌の開始です。第14期プロクイーンは一発裏ドラありの日本プロ麻雀連盟の B ルールで行われます。3回戦はチーチャから大里、ナンチャ二階堂ルミ、シャーチャ茅森、ペーチャ枠靴の並び、ドラはスーピンです。さあまずはこちらチーチャ大里のハイパイ、うん、第1打はペーからマンズで一面つ完成しています。ルミはチュンが統一、カヤモリはイーマンからの切り出しです。ワクツはイーマンがアンコ。第1打はトンから打っていく。さあ柴さん、1回戦ラスだった大里が2回戦、うん、トップを取って、うん、はい、若干こう勝負が混沌としてきましたね。ルミが3着4着というスタートで、うん、この辺りからちょっと、打ち方を変えていくのかというところも見どころ、もう変わるでしょうね。変わりますか、うん、いわゆる柴さんが最初に言ったその序盤はこれでもう終わって中終盤に入っていくと、うん、あのリードしてる側が変わるんですよね。あ、リードしてる側が変わるんですね、うん、守備が強くなって、ね、はい、で青谷落としが厳しくなったりとか、うん、そういった意味では茅森和靴あたりはリードしてる立場、うん、リードしてるのは実際には茅森さん一人みたいなね。だから茅森さんは安定するけど、和靴、はい、さんは例えばまだ3回戦ですけど、5回戦だったら茅森さん親をね、伏せることあるけど、和靴さんの今の位置だったら親は連チャンするじゃないですか、はい、なるほど。茅森であれば親をまあ流しても大丈夫、うん、という立場になるんですね。和靴さんはまだ安心できるまでは連チャンするっていう、うん、はい、うん、サルミが2枚目のチューンを仕掛けています。残っている形は悪くなさそう、うん、大里ローピンを引き入れてイーシャンテン、ね、ドラのスーピンの受けができますが、ここはそのままつもぎって手広さを重視します。3連続チーチャーですよね、大里さん。あ、そうですね、全部チーチャー。6チッパの変化があるか。さあ茅森6万匹、ちょっとつもわかみがない、うん、もうポンテンチーテン取るかもしれないですね。大里さんはタンヤオのイーシャンテンですね、うん、これ難しいですね。チームを切っていく、うん、あくまでドラ重なりは捨てたってことですよね、うんうん、これもドラがあるから6チッパよりはドラと、はい、ウーピンを残しましたね、うん、ワクツ何が重なってチートイツイーシャンテン、ローピンかな。さあここは考えている、何が何枚切れてるか、2枚切れか、だからもうチートイ決めるか、何を切るかといったところですかね。イーマンを切るか、急走にしましたね。後の安全牌か、そうですね、受け駒の何を残してということはメンツ手にするってことか。うん、ドラのスーピン、ここはサブローピン振り点ですが、うん、タツを残します、うん、さあ茅森がテンパイ、カンウーピン役はありません。うん、大里もちょっとツモが噛み合わない。ルミが2万じゃないかな、そうなんだ。これでイーシャンテン、親の安全牌を残したってことですか。うん、リャンマンは大里の聖杯にあります、うん、ワクツもイーシャンテンです、うん、目いっぱいならローソーですが、そうだけどちょっと打ちづらいから、あ、受けた、あ、チーソー切り、うん、ちょっとサブローソーは打ちにくいと、うん、マンズもまだ選択できないんでしょうね。はははうん、だから行っちゃった方がいいような気がするんですけど、ね、ああやめましたね。なんだよね。
振り点を、ルミが仕掛けてテンパイリャンウーソ、これはちょっと大里としては不運な結果、オリを選択した牌がチー点取られてしまう、ドラ統一に見えちゃったのかもしれないしね。うーん、3ピンウーピンって切り出しが3ピン切るときちょっと悩みましたよ ね、 ね、だから3445で悩んだのかなとか、うん、35ってドラ頭固定で、はい、でも実際には、ね、ウーピン固定にしてラメのスーピンだったんだけど、まあ、そう見えてもおかしくないですよね。うん、チュン2枚目でしたがどうですかね、うん、まあ切られた後に重なってるというケースも、うん、まあ、往々にしてあります。ピンズの関連牌スーピンっぽいもんね、なんか昔、うん、でマンズが打ちづらいからここはじゃあ降りようと、うん、と思ったらローピンチか。さあ茅森も降りている、ルミの一人テンパイもしくは上がりまであるか、ね、うん、これでが配定と、まあ、実際にはテンパイしてなかったからそれは悪いことではないですね、うん、悪くはな、上がり逃しちゃった、ね、はい。さあルミの一人テンパイで流局です。トンの2局となります。でも1対1の時は攻めちゃった方が良さそうですよね。あ、なるほど、和屈さんと茅森さんが引いてくれてるうちは、はい、ええ、ね、自分がやりやすいんだから。あ、なるほど、3人来られちゃうとね、はい、あの脇で打ち合ったりされちゃうから。そうですね、いやルミのハイパイはちょっと苦しいか。総図で一面完成しています。第1では何から、こちらは茅森、うん、ピンズが目立っている。ワクツは初から切っていきます。大里はマンズとピンズで一面ずつ残っている形も悪くない。すでにイーシャンテン、うん、これ泣くのかな、仕掛けましたね、うん、ここは先点で鋭く厳しい仕掛け、うん、ルミ2連チャンはさせないぞという構え。うん、だからルミさんそんな勝ってないからね。うん、これどうですか柴田さん、この白ポン点は。うん、だから白を例えば使ったところで打点が上がらないっていうのがポイントですよね、はい、ドラが1枚あったら泣かない手がいっぱい出てくるんですけどね、今回はあのルール的に一発も裏もあるルールですが、そのあたりはあんまり影響しないということですかね。うん、あんまり気にしないですよね、裏と一発あんまり出ないと思ってるんで、はい、ただ予選のみんなの裏ドラの乗り方異常でしたね、関すれば乗るしね、リヒセを裏ドラ乗るし、はい、なんだろう、ね、何食べればいいのかね食べてるものが違うと食べてなんかね、すごかったですよね、うん、さあリアンソあっという間の終局、うん、大里の上がりです。白、うん、線は1300、うん、まあいいんですけどね。親番変わって茅森、うん、ドラはローソーです。落ち着いたプレーがね、こういうふうに常にできればかなり勝ちの目は出てくる。はい、さあ茅森後輩パイか。第1打は9万、ワクツはトンが統一、3層頑固ですね。ソーズの本位戦向かいそう、うん、大里リアン層頑固、ピンズでも一面つ悪くなさそうです、うん、茅森と大里がいいか。ワクツさんは打点取り、ああこれちょっと、ああこれ統一が増えてきた。あ、でもまだ残すね、統一と本一しましたね、はい、大里イーシャンテン、うん、茅森は目いっぱい、本一にした方が動いた方が良さそうですね。ワクツさんはね、本一でいいもいいで、本一で こちらがそのワックスの手配です。急走泣かないのかな。どうなんですかね。雰囲気泣いた方が良さそうにも。ほうほうほう。それはどういった効果を、効果というか、何をもってこう泣いた方が良さそうということになるんですか。なんだろうね。止めちゃう。うん、あ、プレッシャー込みの仕掛けと。あと打点を取りた方がいいのは。
今1000点だったじゃない、だから打点作って相手を引かせちゃった方がいい、さあ大里カンパーマン引き入れてサブローソーのリーチに行く、ただこのサブローソーはもうちょっと薄いです、薄いんだ、ここ押せるのがね大きいんだけど、押せるかな、まだ枠の手にかなりたくさんありますが、まだ十分に残ってますね、ドラのローソーが3枚残り、3層が1枚です、だローソー引いたらね3層打ちなんじゃないかな、枠さんチートしたもんね、ああそうですね、ローソー周りが伸びてくれると、イースを切ってからローマンローマンみたいな形も考えられるか、まあさポンしてイースロウソク付き狙っちゃったりすると、はい、あそうだ、まずは現物のイースを、ローソーのローソー引くよりローソー周り引いた方が良さそうですね、ワクさん、ここでいけると大きいんだけどね、そうですね、前にさあどうだ、枠2まだ形はキープしている、サブローソーが顔出しません、3層がなくなっていますね、高めドラのローソーはまだ山に3枚残っている、ルミとカヤモリは折りを選択、ね、ルミさんも今攻めどこだったんだけどね、あこれいい配置、ね、これいった方がいい、ね、いった今実質イーシャンテンだけどリャンシャンテンみたいなもんですじゃないですか、そうですね、でもここリャンシャンテンでいけると相当大きいんですよね、まあじゃあただちょっとこれ欲しい牌がだいぶ、ね、もうないです8と9がないですよね、はい、ローソーどこなのだ、まだ山に3枚残ってます、これ枠のところに来ると3層どうですか、打っちゃいそうですね、ローソー引いたら打っちゃうでしょうね、難しいな、さあこれでトンもなくなりましたね、枠2、あローソーがカヤモリのところに来ます、3層打たないかな、ローソー引いたらちょっときついか、あこれでこれで本一へ向かう、そっち層2で受けとパーソー受けそうとトンと、パーソーがなくてトンがない、チーソーもない、まあいいんじゃないですか、前出し出とくと相手の牽制になるから、はい、さとなるとあとは大里ローソー引けるか、まだ残っています、大里は最後のツモ、いやー積もれない、ルミ打つ牌はありますね、あとはターチャのケアでしょうか、今を切っていきますあテンパった、いいね、スッチーソートン、ワクツ、あごめんなさい、パーソートトンのシャンポン待ち、ワクツ最後のツモでテンパイを入れました、そうですね、よかったじゃないですか、今のは大里先生リーチで山には高めのローソー3枚残っていましたが引き上がることができませんでした、これ今度4局となります、はい、親がハイパイいいパターンじゃないんですか、なるほど柴田予想入りましたね、今ハイパイちょっと注目してみたい、あまりがないのに攻め切って、さあどうだ、悪そうだよ、いやわかんないですよまだ柴田予想が入った注目の和靴のハイパイは、あでも2面ですか、1面ですか、悪くはないですよね、まあまあ、全然いいですよね、うまくいくとちゃんと、はい、ただ見せとけばね、こうあの下手なリーノミとか打ちづらくなるから、牽制になるじゃないですか、ああいう風にテンパイまでいっておくと、ただこのカヤモリの手が相当いいですね、すごいよね、あっと和靴も数層引いた、いやカヤモリさん今第一ら9万だったんですよね、第一ら9万です ね、そういうのをシャワーを残して、手組みがもうすごいね、しっかりですね、後を見て打ち方なんで、はい、単純にシャアから切ってしまう、そうそう、シャアから切るの簡単ですけどね、はい、そうしないっていうのがもう意思のこもった一打ですね、うん、あのメンツ構成今単位、ね、2万の受け入れを消して1万ですよね、はい、構想力なのかな、これはどうなんですか、例えば役なしのリーチはあまり打ちたくないとかってそういうことなんですかね、元々はなんかそんなに好きじゃないっていう話でしたからね、だからそういう意味では、さあルミが3ピン短期1ドイツ先輩ですね、
これなかなかできる人いないですよね、あのこのブロックインのルールで、はい、あの今は特にちょっと切りにくいですよね。そうそう、9-9、1万って切れる人はそんなに僕はあんまり見たことないですね。うん、確かに。あ、でもここで動いた、仕掛けていく、うん、単野をで仕掛けていきました、うん、ただこう手役を作ることによって、はい、守備も強いじゃない、うん、ね、だからすごいバランスが取れてる。ヌミさんリーチいかずか、チートイツ、ワクツはリーチだ。さあワクツカンパーピン、うん、だからヌミさんパーピン短期なんですよね。あ、やばいですね、あの変えるとね、うん、いやーパーピン危ないな、キューピン1枚切れ、うん、もうこれ危ないよね。あーどうする、いやこうしちゃうと逆にパーピン切らなきゃいけないような気がしちゃうよ、一回手の中に、うん、あーなるほどなるほど、キューピンを入れたりすると、うわーパーピン本当に危ない、いやーキューピン思い直してやめた、えらいですね。ただこれ急走、あ一応パーソーのノーチャンス、うん、いやールミここは一旦引いた、これ引けたらまだ今後期待できるんじゃないですか、うん、そうですね、ここ我慢できたのが、はい、あーつも上がり、裏ドラも1枚、リーズもいいペーコーも裏、4戦は4100オールのつも上がり、ルミとしてはこの上がり見てよく我慢できたかなと、はいはい、そしてあれですね、柴田予想当たりましたね、これハイパイも良かったし、つも上がりまであってよかった、さすがです。いやハイパイ8枚見た時悪かったかな言うもんじゃねえなといやそういう風にこう思ったことはぜひどんどん、例えば引いてくれたじゃない、ルミさんがね、はい、やっぱりあ見せていくとやっぱ牽制になりますよね、うん、せめて。さあそしてまたいいですね、ピンズ2メンツ、大里はマンズで1メンツです、ルミも2メンツ完成している、大津も和博、いやー茅森も悪くない、うん、今大沢さんはキッカー持たないといけないのかな、バックスさんがリードされちゃうと今相当、そうですね、うん、だからルミさん引いたんだけど、あの潰バックスさんを潰しに行くのは今大沢さんなんでしょうね。はい、柴田さん大沢さんって聞こえちゃってるみたいです。あ本当ですか、はい、大里です、はい大里さんですね、あの僕があんまりそういったなんて滑舌とか噛むとかっていうのを注意するのもちょっと非常に気が引けるんですが、いやいやいや、ちょっと今あのスタッフルームの方からあの大沢さんって聞こえちゃうんでっていうあの話がありましたんで、大里ですね、はい大里さんですね。さあその大里の手配ですね、こちらマンズで一面ですが、ちょっと残ってる形は苦しい、ルミが2差しと1通の手イーシャン店から3万を引いた2差しの天敗でリーチに行く、うん、どうですか、例えば先ほど柴田予想でここはワクツに手が入るっていう予想したじゃないですか、うんうん、今ルミが1局前パーピン止めたっていうか、はいはいはい、まあ、9ピン切れば情報受回避でしたが、はいはい、そういった意味ではこの局はどうですか、あんまり影響はないですか。そうですね、あのワクツさんはこの局行くのはなんとなくわかるじゃない、あの自分の展望を生かして、はい、さらに攻めていこうと、うん、ヌミさんはだってキューピンかパーピンの選択で、ね、うん、どっちもしなかっただけなんで、あなるほど、ここは上がりたい、単純に上がりたい、うん、単純に上がりたい、さあ茅森もまとまってきた、うん、リャンマンが高めの補充、茅森さんなんかリードしてるから今やりづらいんでしょうね、というのはあの押し引きで、はい、だってセオリーは引けじゃないですか、今リードしてるから、だから行きたい押したい局にちょっと我慢しちゃってるっていうかね、ほうほうほう、さっきの単野のとかもそうかもしれないし、リードしてない方がなんか本当はこう打ちたかったのになってあるかもしれない、うーんなるほど、今ワクツ天敗取らずですね、カンローピン、はい、うん、休めながらウーマンのつも上がり、うん、裏ドラもありません、リーチスも500戦700戦200のつま上がり、この上がりで難入となります。そうですね、大沢さんはもう一上がり、まあ一上がり最低でももう一上がり欲しいですよね。そうですね、うん、このままの順位ですとさらにワクツとの差が開いてしまう、うん、それはまあルミも同様です、うん、
そう考えるとあのワークスのパーピンつも上がりは相当大きな上がりですね。ただまあ大里といえばのベスト16で非常に苦しいところから5回戦の親番だけで一気に通過を決めてしまうような、うん、場面もありましたので、まだまだ勝負はここからといった、考えもあるでしょう。ドラはチーマンです。何の一曲、こちらは全曲上がったルミ、ソーズの本一へ向かうか。かやもりの手はまとまっています。大里これで6チップの3色が見えてきた、うん、かなり見えてますよね。そうですね、で7、1個引くだけでしょ。ええー、まあ、形としてはいわゆる確定してる形ですね、うん、おー引いた、引いた3色が手の中で出来上がります、うん、いいピンかリャンピンを重ねていすそでいければ理想的ですが、うん、いいピンがなくてリャンピンも1枚しかないと。でも闇点でもね7、7以上あるんでね。そうです、あ、まあこれさすがに短期取るでしょ。まずは7、7、うん、両層短期、いやこれはこの瞬間ならもうここは出そうね、ルミ以外からは出そうですね。これ大里としてはまあいい数ピンないのは分からないとはいえ、うん、何を引いてくるのが理想的ですか。やはりいい数ピンだとは思ってるわけですか。本人は言っていいですか。はい、両層です。こいつみたいな。そんなそんな正解出されると思わなかったんで。そうですね、そりゃそうだよ、そりゃそうだよと。これイーマン短期に間違え、リャンマンがワックスの捨て牌に3枚出てますね。くだらん、くだらない、いやくだらなくないです、そんな。あーリャンマン、あこれイーマン短期でリーチとかはどうなんでしょうか。まあまあ、ありないんじゃないかな。ないですか。だんだん捨て牌も派手になってくるからね。うーん、この瞬間であれば誰が掴んでも出るイーマンです。1万いいね。おっと、どう、キューピンがこれ、あ、チューレン3アンコ等を狙った一打ですね、うん、サブローソーの両面ターツを払っていきました。ここテンパイですよ。本一チートチュンタン、さあチュンタン期面本チート、このチュンもいいんじゃないですか。チュンもいいね、全部3枚山、うわすごい戦いになってきている。買えない、本一いるからね。ハクはあーなんだこれ、ハクにするのか。ハクトンシャンポン、大里がイーマン短期、ルミがハクトンシャンポン、うわどうなるんだこれ。何が何だかよく分かんなくなってきました。イーマンももちろんまだあります、うん、このルミの捨て牌相当変則ですからね、うん、大里イーマン切るのもちょっとなんか怖いような、うん、あただこのままいけば大里にも十分に上がり目はある。ウーピーさすがにね、これウーピーになるだろうね。4万、4万勝負でしょ、数万円、うわー、あっかけた、これは微妙だ。大里大勝負に出た、イーマン短期、うわー、でもしょうがないじゃん。トン切りか。大里は両層で上がり、まあ、上がり逃しとは言いませんが上がってた可能性がある。ルミはチュン短期で上がってた可能性がある。さあどうなる、イーマンだ、やめたというか止めた。いやパーピンすごくない、すごいパーピンしたんでしょ。いや枠通すごい、本当だ、うん、あでもつもぎだからか。でうわーイーマン止められてしまった。だからつもぎリーチがあれでしたね、ポイントだったと。キューピン4枚目だったから、はい、パーピン打ちやすくなっちゃったからカンパーピン、ね、あーなるほどなるほど、うん、で、うん、怪しい順。いや枠通ここはイーマンは切らない。でも分かんないよね。トンももう買い物にも流れてますね。1万切る可能性もある。ああそうか、あもう数層もう現物と続きますね。2枚あるもんね。いやいやこれは痛み分けになるのか、ね、うん、まだ1枚ずつあります両者。白だ、ルミの上がり、裏ドラはありませんが大きな上がり、リーチ、メンホン、チャンタ、イーペーコー、白発、はい、バイマンの宝珠、大里これは痛恨、ね、ルミもあのチュンが一発で来た時は肝を冷やしたでしょうね、追っかけリーチもらってただけに。いや両者がこうどちらも大物手、どちらも勝負手、軍配はルミに上がる。闇天だった
ったような気がするけど、イーマン短期ですか、うん、いやールミはここは大物手を物にして一気にトップ目に躍り出ます。やっぱりあのパーピン切んなかったの良かったんじゃないですか。パーピン何のあのカンパールミさん、はい、ああそうね、いやあれ9ピンでしょ。でもそうっすね、1ピン1枚だったから、はいはい、まあ普通に考えるなんか普段のルミだったら本当に僕パーピン切っちゃってると思うんですよね。僕も思いました。どっちか、テンパにならない牌は選ばないと思いましたね、はい、そうですね。だからいずれにしてもチーピンか、パーピンか9ピン選ぶ中で、なんか9ピン短期でリーチに行ってしまいそうな、なんとなく雰囲気。おっと大里の手がメインホンチートイツイーシャンテ。さあドラがチーピンの何の2局、こちらの手牌です。でも今のリーチはルミさんっぽかったですよね。とんでもなく高いパターンの、とんでもなく高いとんでもなく高かったですねさあイーシャンテンだ、うん、ドラのチーピンが統一。いや乗ってくるとルミさんは高いのいっぱい上がるから危ないですね。ここどう打つのがいいですか。ローソーローソーチートイツイーシャンテン残しつつかな、うん、あいやローソー、うん、ローソー打っていく。だってリーチドライチはちょっと良くなさそうだからね。だから3個かつもえ3個の形かなんか残すよね。はいチートイツか。さあ大里引けるか。ルミモドラ統一。カヤモリはもうちょっと今回も受け気味ですね。仕掛けていくのはワクツリアンピンチ。両面の方から泣きましたね。さてんぱいですね。カンリャンソー、うん、うわーチンツいった。まあこのリャンソーがもう2枚切れ、うん、あパーソー食い流された。食い、ね、うん、でも今テンパイの牌が来たわけだからね。ただチートイツなら後の町も替えも可能だっただけに、だけにテンパイ取ったかもしれないですね。これだとまあカンリャンソー縛りと、うん、イーソー2枚目をポンするかとかね難しくなっちゃうね。そうですね、なんか泣いてしまうとこれテンパイ、テンパイスッチイーソー、えそっかこれあんまよくなさそう。あこれノーテンリャンソー食い伸ばし、うん、スッチイーソー対リャンウソー、うん、どっちも勝負いい勝負だね。そうですね、枚数的にはほぼ変わらないぐらい、うん、まあ、いわゆるどっちもちょっと厳しいですよね、うん、そんなにたくさん、あースーソー待ち替えできます。イーソー打つ、イーソー打てば待ち替えでしたよね、うん、リャンウソー3層、いやこれちょっともったいないか、うん、イーソーだったね。イーソーですね、ワックスの仕掛けが単野を濃厚なだけにイーソー打てば宝珠は回避で町も増えたんですが、うん、大里、まあ、リズムで切りたかったんですよね。そうですね、おそらくそんな感じですね。チーしてイーソーって照らしすると手が透けちゃうから、はい、そっちのリスクよりスーソーつもぎの方が上がりがあると。いやースーソーが枠つえの宝珠、うん、何の3曲です。ドラはパーマン、ちょっと先ほどの宝珠でちょっと揺れてるかもしれないですね。まあ、そういうのはないですかね。いや、まあゆる、まあ、本人が一番分かってるんでね、あそちらあの出上がりしづらくなるよね。あのイーソー手からイーソー打つと、うんうん、それが一番のメリット、上がる出上がりしやすいかどうか。う今急走も出てきたからちょっとだけマークが外れてたわけですよ、はいはいね、ただ打ってしまうとああそっちだったなっていう、うん、打ってしまえば終わりなんでね、まあ、そうですね、50社とその曲終わっちゃうんで、あもったいないなって思っちゃう。確かにチュン統一落としであそこから手からイーソー打ったらほぼ鎮逸というふうになりますからね。さわくつ仕掛けてイーシャンテン、ルミとしてはもうここはゼガヒデもトップが欲しいですよ ね, すね。これでルミがトップを取ると本当にこう三者が、そうですね、大沢さんちょっと遅れちゃう形になって三者競りになる。大沢さんがカヤモリさん抜かすとどうなのかな。まあ
まあそれでも面白くないですね。そうですね。でもその分、はい、あのワクツさんがここトップ取ると非常に大きくなる。大きいですね、うん、ワクツからするとかなり大きなトップになる。ヌミさんもここトップ取るとあの一気にね目が出てくるから、ね、はい、自分のね勝ちの。さあ3社4社にとって大事な3回戦の何の3局、うん、だからルミさんとワクチさんはお互い譲れないでしょうね。譲れないですね、うん、譲れないと思う相当。あ、いい表現ですね、譲れないと、うん、2人はね、うん、どっちも欲しい理由があるから、はい、ここはワクチも急走から仕掛けて3色123の3色狙い。イーシャンテン大里はこれでイーシャンテンです、うん、ルミテンパイですね。イースーピンは闇天。闇天。今スーピンが出たんですよね。うん。これはリーチする手はないんですか。ここはまだ勝負じゃないってことでしょう。なるほど。行くのか。あ、行かない。あ、いつ？いつ？うん？あ、そっか。ワクサ。恥牌が怖いってことか。そうだ。イーピン。ルミがイーピンのローン上がり。カヤモリの宝珠です。ピン風1000点の上がり。ね、リーチはこのイーピン出ないかもしれないね。そうですね、うん、だからいいんじゃないですか。マクさんちょっと手遠かったけどね、うん、うん、まあ、ただあの仕掛けが闇点を呼び込んだっていうことも、うん、あれ仕掛けなかったらリーチあった可能性もないですかね。あまり先手ないですよね、うん、だって勝負局は結局ここじゃないですか。マクさん上がればどうせ親でリードされるし、はい、ね、あそこ免費上がったところでね、うん、どれ1個取ってもそうここ一発で決められちゃうから、はい、ここがすごいルミさん勝負局だと思うんですよ。いずれにしてもこのオラス、あ、すごいね、大沢さん見差しのある、まあ、本当ですね、うん、あの順位気にしないで上がっちゃうのが一番いいと思いますよ大里からすると、うん、はい、でもあんまり先手は良くないから、はい、ある程度作ってから面前で2差しなど、ああもうこれはもう、ね、一方通行みたいなね、一方通行ね、はい、だって2とリャンウとリャンウでしょ。はい、リャンウとリャンウです、うん、でリーチするとルミさん振りたくないよね。絶対引きますよねここは、うん、あ、これリーチだ。これはリーチになりますね、うん、ワクスさんは行くでしょうね。リャンウマンの先制リーチです。大里ワクスさん攻め得じゃん。そうですね、だけど、まあ、着順落ちはほぼないと、うん、でも手を開けたら結構装填が大きい。うん、あ、ただペイの統一落とし、ね、まずは一旦回る、うん、手が見合ってないってことかな。ルミさん今積もってほしいと思うよね。うん、そうですね、うん、ハネマン積もると3着7000点、あ、変わる、3着ですね、変わりますね、はい、積もればリャンマン積もると、うん、これさらに接戦になって、うん、面白くなります ね、 ね、5万はどうするのかな。どうなんですか。いやー、どうかな。残り回戦2回あるといえばあるよね。今もう選択肢、今ここで3着相当大きいから、はい、上がる手もあるしね、上がらない手もあるし。ちなみに柴さんだったらどうしますか。僕は上がる。上がりますか、うん、あー、リャンマンがワックスのところに来た。ルミ打つ牌がきついか。ちょっと現物なくなってますね。カヤモリは降りています、うん、ワックス2万いきそう。1万、今何を積もったのか。ローマンって言ってもね、ローマンがあんこになりました ね、 ね、これでイーシャンテン、うん、ただリャンマンが浮いてしまっている。ルミはキルハイが苦しい、うん、絶対に打てないところ。ただこう30メリーチだから後継っぽいですもんね。あ、そうです、うん、何らかのいい展望材料があるわけですよね。そう、後継あのリーチなんで、まあ、今回は、まあ、休め高め休めありながら待ちも、うん、打点も十分と、うん、端っこちょっと切りやすいのかな。ああ、なるほど。ローピンドラだし、うん、単葉とか単葉ドラ1あたりをまず警戒みたいな形になるんじゃないですかね、はい、ここイーピンっていう手があるし。でもワクさんはイーシャンテン維持したいよね。ああ、まだ一旦もある。なんとかテンパイはしたいところですよね、ワクツとしても。なんだろうね、ソテン大事にしに行ってるのかな。うん、なんかイーシャンテン維持しそうな雰囲気あったんですけどね。はい、うわー、これでリャンマン使える形になった、うん、どっちか行くんじゃない。3ピンかパーソーを打ちたい場面、うん、3ピン来やすいかな。うん、うん、
休めながらウーマンのつま上がり、なし1、3、2、4か。裏ドラはありませんが大里のつま上がりです。メンタンピンツも1300、2600のつま上がり、リャンマンの方であれば3着浮上でしたが、ここは、無念の4着、うん、3回戦はトップから二階堂ルミ、ワクツ、カヤモリ、大里の並びで終了となります。はい、続いて3回戦です。